がす。青いやつ。で、開ける。わかんねえな。え、これを外す。ほら、外すの書いてある。これボタン押しながらじゃない？え、でもかんねえな。もう外れてきたんじゃない？さっきちょっと上がったよ。あ、取れた。うわ、すげえ、これを入れる。あ、それ入れる？入れた。あ、これ。これ穴開けるんじゃない？説明書が、え？そう、説明書が絵なんだよ。で、はめたら、じゃあこれを上からかぶせる。かぶせていい？ほら、書いてあるじゃん。なんかおかしいんだよな。何かがおかしい。なんかさ、だってさ、なんか回すって書いてある。そう、回すって書いてあるけどさ、回してつけるようなもん何もないんだよ。下貫通だし。あ、何かじゃああるのかな。部品があるんじゃない。え、だって何も部品なんかなかったよ。ねえねえ、これこの上につけるんだ。ほら、上の部分つけてるじゃん、これ。あ、ほんとだ。あ、それ、そこがローリングになってるから、これここにつけるんだ。これ逆にして。全然わからねえ。絵だけじゃ伝わらねえよ。それ何？それ何？水。あ、それいるの。あ、専用のボトルがあるの。あ、作る。それで回して、閉めて。それでこんな感じ。まあ、これはもう水入れて用意してあるから、いいんだけど、はめた後に、そのこれにはめるんだって、あれ。なるほど、だから下に空洞なのか。これをここにはめて。すげえ音した今。それを下から見てはめて。で、ん？あ、上はまるんだ。これははめたらボタンを押すだって。ビビったー。これも死ぬかと思った。何が落ちたんかと思った。何が落ちたんかと思った。心臓とビビって出てるんだけど。あ、開けてこれ。ビビったんだけど。何が起きたんかと思った。レモン味。ブシューって落ちた。これならもうあれだね、ジュース買ってこなくていいよ。本当に開かない。めちゃくちゃあるじゃん。どこで、それでガムシロップをゆっくり専用ボトルに注ぎ入れ、蓋を閉め、ガムシロップがよく混ざるようにゆっくりボトルを振ってください。全部入れた。やらして。で、振り振り。で、それで、そしたら。そんな振ったらあれだよ。うん、そうだよ。ゆっくりだから。振りすぎると、あれ炭酸だから。大爆発する。よし、なかった。じゃあ、これでも飲める。あ、あじうい、あじうい。俺にも飲ませて。俺だけ。うまそうだけどね。レモン味。うわ、炭酸だ。うまい？うめえ。マジで。どんな味レモン？いつまでも飲んでられる。超うめえ。うまいよね、これ。